おはようございます私は成長の絵本部講師の大島達郎です。第2回目の本日は谷口正信成長の絵総裁の著書「成長の家ってどんな教え問答有用成長の絵講習会」をテキストに「あなたの心が人生を作る」というテーマでお話をさせていただきます。 皆さんは自分の人生が思い描いた通りになっていらっしゃるでしょうか私の場合は前回の放送でお話ししました通り、大学に入ってから周りの同級生と比較して劣等感を持つようになりました。そのような中で成長の絵の私有会、私有会とは主に居住地域単位で 日常的に行われている成長の絵の教えを学ぶつどいのことですが、その集会などに参加するようになり、自分も含めてすべての人間が素晴らしい本質を持っていることについて学ぶことができました。人間が素晴らしい本質を持っていることが分かってくると、次に知りたくなってくるのが、具体的にどうすればその素晴らしい本質を発揮していくことができるか、 とということでしたそのヒントになったのが成長の絵でよく言われる「自分の心が人生を作っている」という考え方でした。当時の私は最初に「自分の心が人生を作っている」というこの考え方を聞いた時には自分にはなかなかよくわからない考え方だなあという気がしていました。それは 自分が幸せになりたいと強く思っているにもかかわらず、幸せであると感じられていなかったからです。でも成長の家で人間の心をどのようなものとして説明しているのかを週につれて、少しずつではありましたが、そのような疑問がなくなっていったのです。私たちの人生を作っている心がどういうものであるかについて、本日のテキストの 42ページから43ページでは次のように説明されています。引用します。現在意識とは簡単に言うと自分でわかる自分の頃です。その一方で私たちは夜寝ると夢を見たりしてその中であ、こんなところは知らないなという場所にも行ってくる。また、 夢の中では知った人にも知らない人にも会います。目が覚めたらそういう夢を見たことも忘れてしまう。つまり私たちの中には自分でもわからない自分の頃があるわけです。我々はそういう意識の下に潜っている頃を持っていて、それを心理学では潜在意識とか無意識と呼んでいます。 このように心を二つに分ける人もいればもう少し多層だと考える人もいますが成長の家では簡単に二つに分けて考えます現在意識と潜在意識の二つが一人の人間の心を構成していると考えます引用を終わります引用した箇所の現在意識つまり 自分でわかる自分の心と潜在意識、つまり自分でもわからない自分の心の関係については、本日のテキストをお持ちの方は、42ページにある図を見ていただくとお分かりになるかと思います。テキストをお持ちでない方もいらっしゃるかもしれませんので、少し説明させていただきます。人間の心を現在意識と 潜在意識の二つに分ける際の説明でよく使われるのが、海に浮かんでいる氷山、氷の山を表した図です。氷山の上の部分、海の水面から出ている部分が現在意識を示し、氷山の下の部分、海の水面より隠れている部分が潜在意識をそれぞれ示しています。自分でもわかる 現在意識の部分、言い換えれば氷山の上の部分は非常に小さく、自分ではわからない潜在意識の部分、言い換えれば氷山の下の部分が氷山の大部分を占めています。その大部分を占めている潜在意識で、どのようなことを思っているかということが、私たちの人生においてとても大切になってくるわけです。 当時の私は現在意識では幸せになりたいと思っていながらも潜在意識ではまだまだ幸せになってはいけないなどと自分自身を裁いてしまっている思いがありましたそうした潜在意識の反映として幸せとは感じられないような人生になっていたことに気づいたのです現在意識は自分でわかる自分の心のことなので 現在意識で素晴らしいことを思うのは簡単です。それでは、自分でもわからない自分の心である潜在意識まで、その素晴らしさを行き届かせるためには、どうしたらよいのでしょうか。それは、仏教でいう三合、つまり、三つの合によって行います。三つの合というのは、真、行動で表現すること、 口で言うこと、い、心の中で思うことの三つを指しています。ここで本日のテキストの137ページから138ページを引用します。我々が神の子の実相や仏を表すのは、この心、空、いによって行います。おはようございますというのは、 口、発声音で、きちんとおはようという心愛の情を伝えて、また、体や表情、芯によって、ニコニコと笑顔を作りますね。暗い顔をして、おはようございます、という人はあまりいませんから。そして、心、意から心愛の情を込めて、おはようございます、といえば、これでちゃんと、 心、苦、意の三号による愛の実践になるんですよ。そのようにして毎日自分の中の仏や神の子を表現する実践をしていただくと、それに伴って周りの人々の反応が変わってきます。自分にも良い習慣がつきます。朝の挨拶が意識しないで自然に出てくるようになる。こうして、 私は仏である、神の子である、家族も仏であり神の子である、という自覚が現在意識から潜在意識のレベルにまで浸透していくことになると思います。参考による真理の実践を継続していくことをお勧めします。引用を終わります。引用した箇所に神の子の実相や仏という言葉がありました。 それは、成長の家では、人間が持っている素晴らしい本質について、神様の子であるような素晴らしさや、仏様のような素晴らしさ、などと表現することがあるためです。実相というのは、前回の放送でもお話ししましたが、本当の姿というような意味で、成長の家では、神が創造された世界の本当の姿、 のことを指していますまた、引用した箇所には、心、句、意の3号、つまり、心、行動で表現すること、く口で言うこと、意、心の中で思うこと、の3つの号を使った身近な例として、おはようございます、と挨拶をすることが挙げられています。 当時の私は、この産号のことを知り、このような日常的な、打電にでもできるようなことから始めても良いのであれば、産号を使っていくことが自分でも習慣にできるのではないか、と思いました。そして、それ以後は、おはようございます、など言う際に、前よりも、心を込めて行うように心がけました。また、それと同時に、 成長の家の教えへの理解をさらに深めようと思い、成長の家の練生会。練生会とは合宿形式で成長の家の教えを学ぶ行事のことですが、その練生会にも参加するようになりました。練生会では人生に起きる幸せとはどのようなものであるかについても学ぶことができました。本日のテキストでは、 人間にとって最高の幸福とは何であるかという質問への回答が書かれている部分がありますので紹介させていただきます。ここで本日のテキストの161ページから162ページを引用します。この質問者は人間にとって最高の幸福とは何かと聞いていますが、それには 表現がうまくいくことだとお答えします。言葉を変えて言えば、我々の内部に宿る神聖物証が満足するような表現ができること。これが人間の幸せです。この幸せは個人の段階にとどまりません。再び芸術の世界に例えれば、人生にも観客がいるのです。つまり、 絵画の鑑賞者とか、音楽の聴衆とか、小説の読者とか、そういう人々も芸術表現が成功すれば素晴らしい作品だ、などと喜んでくれるでしょう。すると、表現者の方も自分の表現は単なる自己満足ではなくて、人々と共有され、評価されていると知って、喜びが倍増する。 一つの作品を媒介として表現する側と干渉する側の心の交流ができるのです。これは高度な自体一体の自覚であり、素晴らしい広がりを持った喜びの世界がそこに現れる。ですから、これは最高の幸福と言えると思います。例え話を使って説明しましたが、実際の人生の場面では、 どのケースがどのように幸福であるかというのは、各人が置かれた立場や条件によって皆違ってくるでしょう。引用を終わります。引用した箇所に、神聖や仏性という言葉がありました。これは、人間が持っている素晴らしい本質について、神様の子であるような素晴らしさや、 仏様のような素晴らししさがあることを表現した言葉です。また「事態一体」という言葉も出てきましたがそれは自分と他の人つまり私たち一人一人は肉体的には別々に分かれているので全く別の存在のような気がしますが自分でも分からない自分のこうである潜在意識ではつながっていることを意味しています。 当時の私は視野が狭かったため、幸せとは自分にとって都合が良いように物事が運んでいくことであると考える傾向があり、他の人のことはあまり意識していませんでした。でも、そうではなくて、他の人とのつながりにおいて初めて幸せと言えることに気づいていったのです。そして、それまでなかなかはっきりとしていなかった自分の深度、 つまり将来どのような仕事をしていきたいかということが見えてくるようになりました。他の人とのつながりが自分の視野に入ってきたそのごく自然な流れとして、私のように人生のことなので悩んでいる人々の助けになるような仕事がしたいと、心の底から思うようになったのです。そのような思いを成長の絵の集会なので他の人にも話していたところ、 縁があって大学を卒業した後、成長の家の国際本部で働かせていただくことになりました。その後、さまざまな部署の仕事を経験し、昨年の4月から現在所属している講師教育課という部署、つまり成長の家の講師への教育などを担当する部署で仕事をさせていただくようになりました。この 公私教育課という部署は、成長の家の講師への教育のほかに、祭司、つまり神様などをお祭りする仕事もさせていただいております。毎月1回はお祭りを取り行っています。そのお祭りの中でも、神・空、意の三号を使っています。すなわち、心、行動で表現することとして、 お祭りの作法に従って体を動かすようにし、く、口で言うこととして、のじとと言われるいいの言葉などを唱えるようにし、い、心の中で思うこととして、神様などへの感謝の思いを持つようにして、お祭りを取り行っています。昨年4月に公私教育課という部署へ異動になった当主は、 お祭りの作法に慣れていなかったこともあり、あまり余裕がない状態であったのですが、1年近くがたった最近では、前よりはゆったりとした気持ちでお祭りに臨めるようになってきました。そして、それと同時に、お祭りに参列している人々との一体感も得られるようになってきました。そうした一体感を深めていけるように、今後も、 少しずつ精進していきたいと思っております。本日は、谷口正信、成長の絵総裁の著書、成長の絵ってどんな教え、問答有用、成長の絵講習会をテキストにして、あなたの心が人生を救うというテーマでお話をさせていただきました。今回の放送が、皆様、お一人お一人にとりまして、 思い描いた人生を作っていくきっかけになりましたら幸いです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。